とはいえ、光彦のことも気になるし、本当に好きな人か言うのは簡単なのよね。光彦、そうよね、決めろって言う方が無理なのよね。今日はバイト？エツシ、バイトで知り合った女の子に映画に誘われた。そう、断りそびれたんだ。どうするの？意地悪だな、行くわけないじゃない。いいじゃない、映画ぐらい。友達としてなら。エツシ、変。どうしてそんなこと言うの？僕に女の子と付き合えって言いたいの？そんな意味じゃないよ。エツシは自分が女の子と付き合ってるから僕が邪魔になってるんでしょう。ナナコちゃんでしょう。シン、僕、分かったよ。ナナコとはそういうんじゃないんだ。じゃあ何なのよ。それはまだ分からない。分からない？このスーツ素敵。私が着ればもっと素敵に見えるのに。やっぱりナナコさ、もう一度モデルの仕事しなさいよ。しょうがないじゃない、どっからも引きが来ないんだもん。自分から売り込みに行くのは嫌なのね。当たり前じゃない。誰？男？多分光彦よ。追い返してやる。エツシ。ごめん、夜中なのに。うん、嬉しい。もう行くよ。え？ナナコの顔見たかっただけだから。それに今来客中だろ。そうだけど、ただの友達よ。それもオカマの。どうせオカマよね。やっぱりまた今度ゆっくり来る。二人だけで会いたいし。エツシ、俺シンと別れるかもしれない。マジ？